って、キッチン配線、キッチン配線。なんか怪しかったね、今の。クルーメイト、肩があまりにも痛いんだけど、本当におマクドと一緒にコックピット脇。さあ、キッチン配線、キッチン配線、石油じゃなくてキッチン配線、キッチン配線。なんか怪しかったね、今のサントスさんの動き。怪しい。サントスさんの動き怪しい。いや、怪しいわ。怪しいね、サントスさん。投票しました。え、そんなに、いや、そんなに、そんなにやばかったんだ。怪しいことへの言い訳もなかったし。確かに。ハイデンバン待機。違うよ。ハイデンバン待機の前ですよ。普通に怪しいですよ、今のは。ガミネロ左。あれはね、あのね、キッチン側の人間を見るために、視界は広いから、インポスターの下に降りて広い視界から見ようとした。影になってるとこは見えないから、インポスター視点でキッチン側を見ようとしてる動きです。ちなみにあれは、あら、おい、リアクター左のヌーン乗るところで渡っていく誰かと登っていくサントスさんです。工藤さんではなさそうかな。高神明也がそれに該当しない。ある梅もシャワー。ある梅おまおまおじもいる。ある梅おまがシャワー。エデン直した。持つ。あれ？直しも。工藤さん。ヌーンで渡った人も。赤見さん、なんか死体スルーしてる感じなんですか？もう明らかにそう見える。でもっていうか、そうじゃなかったら、あのこのレポートとともに誰かが殺してるって言いそう。じゃあもう工藤さんしか残ってない。工藤さんしか。なんで？サントスさんじゃないですか？サントスさんは登っていく人。まだ1全員出てないっすよね、まだ。出た。あー、出ちゃったんだ。アドミンちょっと見たくて言いたかったな、じゃあ。工藤さんは確かにアドミンの方面に行ってるのは見てるけど、その後宿舎へ行ったら宿舎金庫側だけ開いてて、その後エンジンキッチンエリキに誰もいないのが特徴的な盤面だったんで。え、ちなみにどっちが来てそうなんですか？いや、どっちもわからん。高さんどこですか？高め神エレキ。あ、じゃあ石だ。石だ。間違えた。間違えた。え、これどこ言いました？サントスさん入れたけど。サントスとりあえず入れた。ちなみにさっきの4票誰だった？はい。入ってないんだよな、入れてきゃよかったな。あ、メイさん入れてない。入れてない。なんかアルメイが展望入ってる。なんか神の指摘結構ごもっともすぎて、神クルーなんだろうなと思って。視点、視野が広いから、キッチン側を視野広く見るために下に下がってキッチン側を見た感じです、あれは多分。あ、人外視点で。いや、普通にサボ画面に夢中だっただけです。正解。サボ画面に夢中であの動きは相当下手くそですよ。別に下に降りなくてもその場でサボ開けるからね。ここで背をこうやってピッてって、サボ画面開きながら動けますから、なんならね。ああ。おいおい、道連れないなら僕は名屋さんまで一旦隠しろ置いて、二人街だったら絶対僕消されてると思うから、事前の情報とか関係なしに絶対に僕と名屋さんに疑われることしてたから、サントさんって。確かに。これ工藤さんまでですよね。エレキと席間違えただけじゃないですか。いやいや、他にあの、ヌーンで渡れる人がいない。これ待っと、インポスターもあるんじゃない？ありますね。いや、ある気がする。ジェイラーか？どっちかな。ジェイラーだったら本当のこと言うんじゃない？終わんねえや。なあ！
でだよもう。おいやもういいや。もういいや。そろそろ許してくれや。なんでだよ。しょうもないこのクソゲーが本当に。ガチでしょうもないわ。煽るな煽るな。高田さん人外だなこれ。高健さん人外じゃないですか今の。カンカン早すぎませんいくらなんでも。あでも人外じゃないかもしれないな。綺麗様式美様式美ええて何言われてんねん。神かあれ序盤いたっけな。いないか、うん、まあ、メインとかエレキとかエンジンを移動して見てないですね、うん、神さんは前の男ちゃってた。いてないっす。石油エレキメインシャワーアーカイブ最後左行ったぐらいだけど、そこシェルフ使用してアルマトーダス白置きするんで、今日ネロちゃん釣って高田さん呼び出しますって終わらなかったらおまおじ釣ります。おまおじはねさん僕から白打てるよ今日。あんまりなさそう。じゃあネロちゃん釣って、はい、もう高田さんをもう発砲で、はい、そしたらもう違ったらアルマくんかな。そしたらアルマアリエル。クソゲ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 。そんなクルーでしょ。いやネロちゃんそんなクルーで。クソゲクソゲクルーでそんな汚い言葉使ってクルーでしょ。絶対高田さんには怒らない。クルーでしょ。ネロちゃんクルークルー。あ終わったじゃん。インポスターだったんだ。絶対クルーだと思った。なんだこのクソゲーめちゃくちゃ悪い現場見てしまった。すぐ一人ぼっちしてしまった。これのセリフです。確かに。じゃあ行きますかね。お願いします。死にすぎだろマジで。